はい、騙して。えっ、ー、と、このビデオは第5週、えー、JF スタンダードのビデオですね、えー。5番目が最後になります。はい、で、この5番目のビ,、えー、ビデオでは、丸ごと彩りという、この JF スタンダードに、それをベースにしたあの教科書についてお話ししたいと思います。はい、えー、左側が丸ごとですね。右側が彩りです。はい、この A1 のレベルは両方ともピンク色になっていますね。はい、レベルによって、 あの、表紙の色が違います。はい。まず何が違うかっていうと、この丸ごとの方はですね、海外に住んでいる人のためです。えで、それからレベルは A1 から B2 まで、結構上の方までありますね。あと、あの、あの、お金がかかります。えで、これ、インドではゴヤルという会社が売っていますね。これはアマゾンの、えインドのアマゾンでも買うことができます。え取彩りの方は、 海外から日本に来る人のためのものです。特にその技術実習生とか、えー、特定技能の人とか、そういう人を念頭に作られていますね。えー、で、レベルは A1 と A2 までですね。B1 とか B2 はありません。はい、えー。で、値段は無料です。で、インターネットで、えー、PDF をダウンロードすることもできますし、それから MP3 のね、オーディオファイルをダウンロードすることもできます。お金はかかりません。 はい。で、両方ともその行動中心アプローチに基づいた教科書です。はい。じゃあ、まず丸ごと日本の言葉と文化、こちらの教科書についてもう少し詳しくお話ししますね。これは、A1 とですね、A2 の間は、えっ、ー、と、活動編と理解編というのがあります。えー、大事なのは活動の方で、活動だけ使ってもいいですね。はい。だけど、えー、理解は理解だけ使うという使い方はしないでください。 はい。で、えー、あの、順番もですね、まず活動をやってから理解をやってください。えー、その反対に理解をやってから活動を使うという、そういう使い方はしないでくださいね。はい。で、え A2、ー、B1 レベルからは、この2冊の区別がなくて、えー、1つのレベルに1冊ごとの教科書があります。えー、全部で9冊の教科書がありますね。ただし、えー、インドで手に入るのは、この A1 と A2 だけですね、6冊だけです。 えー、この緑色の、えー、ここからはインドでは手に入りません。あ、でもね、えっ、ー、と、オーディオじゃなくて、Kindle はもしかしたら買えるかもしれませんが、ちょっとすいません、見ていません。はい。えー、丸ごとにはですね、いくつもの副教材があります。えっ、ー、と、例えばこれは全部オンラインで見ることができるんですけど、このトピックごとにね、えー、こういうふうに、あの、分かれていて、えー、こういうビデオでその言葉が話される、えー、 ところを見ることができますね。それから、えっ、ー、と、こうやってオーディオファイルですね。えー、デジタルオーディオファイルも、えー、全部ダウンロードすることができます。丸ごとはね。あの教科書の PDF はダウンロードすることはできませんけど、えー、このオーディオファイルとビデオはオンラインで見ることができます。はい。彩り生活の日本語。えー、こちらの方はですね、今この3冊があります。入門編と初級編と初級2ですね。 で、これも同じように、えー、インターネットで、えー、全、あのー、ダウンロードすることができますね。ただ、あの、彩りは、PDF もダウンロードすることができます。ここに PDF ってありますね。はい。えー、それから、あの、MP3 もダウンロードすることができます。はい。えー、そして、文系リストとか、えー、漢字レスト,なリストなんかもダウンロードすることができますね。はい。えー、もっと知りたい人はですね、<laughs> えっと、ここで詳しいビデオがあります。あの、彩り生活の日本語の使い方。入門 A1 活動別の進め方。えー、これが、この、えー、リンクを開くと、えー、YouTube のビデオを見ることができます。えー、1時間ちょっとありますね。また、こちらは同じ彩りの、えー、A2 の第7巻を例に実際にどう教えればいいかというのを見ることができます。こちらも同じように1時間ぐらいあるビデオですね。はい。 えー、それでは、あの、第5週の JF スタンダードのビデオはここまでになります。えー、来週はですね、競腕作りについてお話をしたいと思っております。はい。それでは、フィルムネゲ